はい、皆さんこんにちは、田野修です。私はですね、自宅にいるんですけれども、ちょっとね、今日はお昼ご飯になります。実はね、今日とある日曜日なんですけれども、お昼ご飯になります。で、今日がね、ざるそば。ちょっとこれボリュームたくさんに見えますけど、ちょっと下に氷あるんで、そんなにね、量は見た目より量は多くないです。で、それからね、今日のね、ご紹介したいのが、コーラゼロなんですけど、今日はですね、これはチェリーって書いてあります、タイ語で。チェリー味のコークゼロ、こちらをご紹介したいと思います。はい、それからね、ちょっと忘れました。ここにね、めんつゆあるんですけど、ちゃんとこうやってうち、めんつゆ持ってまして、たまにね、こうやってざるそば作って食べています。それではね、こちらのコークゼロチェリー味開けていきたいと思います。ちょっとこれね、日本にね、あるのかどうかちょっと知らないんですけど、こっちでは時々売ってるのを見かけますんで、買ってみました。私あんまり、コーラ飲むんだとコーラゼロなんですけどね。こちらご紹介したいと思います。昼間なんでね、ちょうどいいかと思いました。はい、じゃあいただきます。ああ、これもね、炭酸濃いわ、これ。結構ね、きついですね。これ、チェリー味って書いてますけど、ちょっとあまりチェリー感ないですね。コークゼロを、なんだろう、ちょっと薄くしたような感じがむしろしてしまいます。どうですかね、あまり気を照らなければ、コークゼロで、いいんじゃないかと思います。はい、じゃあせっかくなんでね、ちょっとそばの方、じゃあ食レポしたいと思います。ちょっとカメラ持ちながらやりにくいんですけど、ちょっとその辺すいません。これ持ち上げられないんでね、いや、ちょっとそのまま食べますね、すいません。ちょっとね、固めのそばですけど、本当ね、日本と同じような感じで、作れています。で、これ氷なんですけど、実際に外で買ってきてます。日本のね、メーカーさんの氷ありますんで、で、水も水道水じゃなくてね、ちょっとた炊くのはそのこっちのね、ドリンキングウォーターかをちゃんと使って作ってますんで、かなり美味しくできております。たまにね、こういう昼食も、今日日曜日なんでね、たまにはいいかと思いました。普段ちょっと外出しちゃうんですけど、ちょうどね、今日もうみんな家にいるんで、もう家で済ましちゃおうということになって、私はもう自分で作ってしまいました。いや、炭酸がきついですけども、非常にね、これも美味しいっちゃ美味しいんで、ぜひね、挑戦してみてください。はい、それではね、動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。